削ってもらって、へぇー、ここでこうなってますね。そう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 、シュパっていきそう。まさか、あーもう打ちたくないやってみましょうか。あー、これいいよ。ワンタッチ気味になりそうな感じってこと、下に入ってるってこと、ヒール側ですか、いや、真ん中、もうほんと芯のちょっとこの辺り下、そう、下、全部下の方に、ね、なんでそれがまっすぐで構えてます、ここで構えてます、まっすぐで、ここちょっとここ側、あ、先側で先側、うん、そしたら、捕まえたいってなると思う、インゴルフ、セクシードロー、ワイスです。あ、そうなの。ゆーちゃんはセクシードローで。いいですね。おお。めっちゃうまくいきませんでした。すごい。全然ドローじゃないけど。すぐ。めっちゃまっすぐだった。ボールを ね今構えてみた。ナイス。じゃあ、内緒。真ん中。真ん中。ありがとうございます。すごい。似てますか？ケレン味がないですね、うん、スパッ、最後顔を作るのもやっぱり一緒なセットなんですね最後の遠くを見つめるっていう、なるほどさすがです。このテイクバックが何だろう、多分指導したらそのまま一筆書きでスパッといけるんでしょうね、うん、すごいよ、男前ですよね、うん、このリズム感、リズム感がすごく、なんだろう、豪快じゃないのに飛んでるし、当たり前なんでしょうけど、ヒュイヒュイってシュッシュッ、飛距離は負けてます、下へと丸くて、宮里プロはキャリーここのここです、ほとんどランしてませんけど超えてます、プロ番手は何番ですか？あ、8番です。8番、はい。
ティンガー的な。スティンガー的な、まあ、止めたかったんで。そしたらキャリーが足りなかった。そうね、そう前に進まなかったっすね。そうですね。こんな傾斜があるんですか。これは面白い。そうだよ、難しいですね。今のはやっぱうまくいったなって感じですか。今のはやっぱ傾斜が強かったのでしっかりとここに落としてもう惰性でっていう感じ。あとスピンももちろんかけてますけどうまくいきました。すごいすごいです。ありがとうございます。3分の2じゃあ2カップぐらい。これぐらいさっき長いの決めたので。でも今これだけ強くても狙ったところが青木は恐るべしですね。ショートゲームちょっと思った以上にうまい。ああ想像よりうまい。はい、前半は、ビンゴルチームがワンアップ。ワンアップ。ワンアップ。ちょっとね、いい、はい、ロングパット入っちゃって。チームさんが入りました。どうですか？いや、思ったよりバーディーが取れてなくて、うん、不満です。不満ですか？はい。じゃあ、後半はバーディー、バーディー、バーディーで。バーディー取りたいですね。はい、そうですよね。はい、ちょっとじゃあ後半のバーディーに期待して、はい、はい、君に私たちもバーディー頑張って。そうですね、負けないように頑張っていきますか。じゃあもう後半スタートいきますか。頑張りましょう。はい、じゃあ後半もよろしくお願いします。勝つぞ。はい、じゃあ後半もよろしくお願いします。飛んでます。じゃあ後半もよろしくお願いします。
天気なんとか持つといいですね。ちょっとねパラパラで収まってほしいんですけど。プロはやっぱり雨と風だとどっちがまだ OK ですか。雨。雨 OK ですか。風がなければ。はいはい。風の方が難しいかな。沖縄出身のプロの方のイメージってやっぱりこう風でも。今日前半もちょっと風に負けないショットがこういっぱいありましたけど、でもあれ全然風に入らないです私の中で。あ、風に入らない。そこは強風を経験してる人なのではい、はい、そんなにやっぱね沖縄の風とこっちの風って全然違うんですよ、はい、風の質、はいはい、重いとか軽いとかそういうやつですね。そうそう、海風ってやっぱちょっと重たいのでそれを計算してかなり低い球を打つ練習とかしてきたの でそれをここで打つと全然飛んじゃう。無風と同じみたいな。あれと思って最初は戸惑いましたけど。ああそうっすか、はい、それぐらい全然違いますか。違いました。ちなみにアメリカの時ってどうだったんですか、そういう風とか。アメリカの時は、はい、アメリカというより前衛の時の方が風の計算難しいです。ああ、沖縄とも違うんですか。沖縄ちょっと似てるんですけど、プラス寒さが入ってくるので。そっか、だから飛ばないです。めちゃくちゃ寒いんですか。寒いです。なんか1日でもう四季が来るんですよ、はいはい、だから昨日こんな晴れてたのに次の日、あ、その日の午後とかに急に寒くなったりするんで、そこはやっぱり難しかったですね。プロもキャディーさんも大変ですよ。荷物が多い。途中でカッパ着たりとか、はい、セーター着たりとか。そうそうだったんですよ。じゃあ見て145ですね。7番ピンチで軽く行きます。はい、5番ユーティリティです。早かった、すごいわ。私もおーい、でも登って、いけ、ゴーゴーゴー。よく打ってたと思います。80点ぐらい。おでもあとはどれぐらいついてるか。まあそうですよね、はい、これ全然グリーン見えないですか。見えないですね。ゆうちゃんはリンゴ3回目になりますけど、どうですかカメラ慣れの方は。めっちゃちゃんと見れるようになってきたと思うんですけど、どうですか、はい、めっちゃ最初の時とは違うなと。もう最初のやつ見たもん。あとね、純ちゃんからサングラスを借りて、サングラスかけると、はい、めっちゃちゃんと喋る。それいいっすね。おぉ、やったすごい。あのラフからうまくいきましたね、はい、そういう感じね。
っぱりやばいやばいですやばい。あ、最後になんかやろう。プシュプシュプシュ一発技